にちは、フラワーアーティストの前田由紀です。アイコーム店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし、今回は緑のある暮らしについてお話ししたいと思います。ここが愛知県の春日井住宅展示場なんですけども、本当にね素敵なお家で、今日はそのダイニングテーブルからお送りします。でここのモデルハウスは結構お庭にも植栽があったり、あと結構至る所に本物のグリーンを結構置いてるんですね。でそれがすごく素敵なんですけど、ここにもエバーフレッシュがすごい大きいですよね。これね2メートル近くある大きなエバーフレッシュで、枝もねすごく曲がってていい感じなんですね。で結構お家の中で飾る植物のおすすめよく聞かれるんですけども、このエバーフレッシュは本当にとっても育てやすいのでお家で飾るのにおすすめです。で可愛いのが、夜になるとこの葉っぱを閉じるんですね。沖縄で街路樹によくネムの木とかあると思うんですけど、その仲間なので本当に夜にパタッとこう葉っぱを閉じる姿はとても可愛いです。あとですね、ちょうど5月頃ですかね、お花が咲くんですね。タンポポの綿毛みたいなすごく可愛い丸いお花がポン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 と花をつけるので、それも楽しむことができます。このエバーフレッシュが部屋に飾ってあると、本当に昼間と夜でこう葉っぱの雰囲気も表情も変わるので、なんかこう植物と共に暮らしているのを実感することができる、そんなおすすめの植物です。あとこの近くにはですね、ウンベラータも置かれてるんですけど、あとストレリチアとか、割とこうこまめに手入れをしなくても育てられるものがあるので、そういった植物もおすすめの一つです。庭ではですね、ハーブを植えるのにすごくいい時期なんですね。ローズマリー、ミント、あとラベンダーなんかはすごく香りもいいですし、あと丈夫なのでとても育てやすいと思います。ローズマリーは私は庭に植えて、それでちょっとだけこう彩りが欲しい時にこうお皿の上にパラパラっとこう料理の上にかけたりするとすごく素敵になるので、お客さんが来る時にそういった感じで使ったりもしています。あとミントは本当に生育が旺盛でよく育つんですね。なので他の植物のそばに置いておくと、どんどん根が伸びてって他の植物を枯らしてしまうぐらいパワーが強い植物なんですけど、植える際にはちょっと場所には気をつけながら、でも本当に成長していくので楽しめます。ミントはレモンと一緒にお水に入れてレモン水を作って、ちょっとそこに入れてあげるとすごいミントの香りも楽しむことができます。ラベンダーはそうですね、料理にはそこまで使うことは私はないんですけれども、お花がすごく香りがいいので収穫して逆さに吊るしてドライフラワーにしてあげると本当にポップリとして楽しむことができます。そんな感じで季節ごとにお花だけでなく植物もこう暮らしのお家の中、そしてお家の外のお庭で、庭がなくてもこうベランダで育てたりもできるので、お家の中でグリーンを取り入れてみてほしいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。今日はお家の中や外で取り入れたい緑についてお話ししました。ぜひねホームセンターに行って植物買いに行ってください。お花屋さんでもねだいぶ今植物のバリエーション充実してる時期なので、もうこれはと思う出会いのある植物に見つけてほしいなと思っています。今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。グッドボタンもお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。